皆さんこんにちは。今日は空の介護に使っている我が家の必需品をちょっとご紹介しようかなというふうに思っています。まず最初これですね。お尻拭き、これは人間用なんですけれども、ライフリーのトイレに流せるお尻拭きです。これすごく良くて、ウェットティッシュみたいなものなんですけれども、使った後にトイレに流せるのですごく便利です。匂いもすごくいいですよ。で、これをいつも空がちょっとうんちが柔らかかったりした時のお尻を拭くのにも使っていますし、なんならば床にちょっとついたものもこれで簡単に拭き取ることができます。これ人間用ですけどもすごくおすすめですね。そしてですけども、それの液体版があります。お尻クリーンシャワーっていうやつです。これも同じライフリーですね。これは薄めて希釈して使うんですね。こういう容器があります。後ろに目盛りが振ってあって、3滴これをですね、3滴この中に入れると300ミリリットルの水を入れて薄めます。結構十分使える量です。ですから結構な量、これ50回分って書いてありますね。50回分、これを使ってるんですが、これはどういったところに使うかというと、例えば床に粗相してしまった時にこれをかけるとすごく剥離してくれて簡単に拭き取ることができます。ただこの先が逆さまにするとジャッと出てしまうので、無印でこういうボトルを買ってきて、先端がこう下に向いて押すことによって出る。そして水の勢いで床を洗えるというやつですね。これを買ってきてこれに詰め替えて使っています。希釈するときはこれで測って、希釈してこちらに移し替えて使うようにしています。で、同じようにこれだけではなくて、希釈したものをダイソーで買ってきた100円のこういうスプレーボトル、これに入れて床とか、もしくはおしっこシートの上にちょっとついてしまったうんちなんかもこれで軽く拭いてあげることによって拭き取りが楽になります。これも同じライフリーの吸水タオルっていうのがあるんですが、これすごく拭き取りは楽で、空のお尻とかも傷つけずに拭き取ることができます。ただちょっとコストパフォーマンスあんまり良くないので、うちではこういう床をもし拭き取る場合は、これもスーパーで売っている、ホームセンターで売っているショップタオルですね。スコットのショップタオル、295円だったか298円ぐらいだったと思うんですけども、これすごく吸水性が高くて、粗相したものを拭き取ることはしないんですが、ちょっとしたところを拭き取る場合には、水洗いして何回も使ったりすることもできます。中身はこういうタオルですね。こういうすごく繊維質が多い吸水ペーパータオルなんですけれども、これをもう常時持ってます。ですね、これです。安くてコストパフォーマンスがすごく高いです。使ってるのがどうしてもやっぱりこれになりますね。トイレにそのまま流せるっていうのが一番の、
いいところで空のうんちをしちゃった後のお尻の拭き取りであったりとか、おしっこシート外してちょっとしてしまった時の拭き取りとか、すごく重宝しています。空が粗相しても怒るんではなくて、よくしたねっていうことで褒めてあげるようにしてます。汚れたところはね、我々が掃除すればいいことなので、